皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今日はですね、1月14日から配信が開始された約30分ほどのボリュームの体験版リトルナイトメア2でもこちらを遊んでいきます。前作の主人公6に続いて、今作では新たな主人公モノの奮闘が描かれます。今回はプレイステーション5にてステージの構造や新たなギミックをじっくりと観察しながらプレイ。果たしてどんな新たな恐怖がプレイヤーを待っているのか、今回はその恐怖を先取りしながら皆さんと一緒に癒されていきましょう。ではね、早速遊んでいきます。リトルナイトメアツ体験版。さあまずはニューゲームの前に設定見ていきます。ここにね、キーバインド操作の説明があります。で、こういう感じ。 L、 これがしゃがむ滑る。で、 R、 これが掴む。三角呼ぶ。四角走る。で、ライトが丸ボタン。バツがジャンプ。投げる攻撃。で、 L スティック、これが移動ね。で、R スティック、これは見ます。よし、じゃあこれでニューゲームいきましょう。さあここからゲームスタート。ここなんだろう。なんか冒頭はインサイドっぽいね。同じこういったゲームので、テレビがいくつかあるんだね。不法投棄されてる。なんだろうな、森の中でですね。この子、これが今回の主人公モノっていうみたいです。一応全身ね、こういう感じ、コートを着ていて、頭にはこれ紙袋で、目が2つ。そう、前作の6、あの子もね、一応名前に理由がありました。おそらくは7つの滞在の6番目、暴食王ぐらいなんで、この子も理由があるのかな。モノ、直球だとモノトーンとかモノクロームのモノ、単色って意味ね。で、ダッシュからのジャンプ、これなんだ、これ、下も行けるんかな。あ、ですね。これね、今作、なんていうかな。手前遠くに行けるわ。これなんだ？かろうじてなんか服っぽいのが残ってんの。人間ですかね。サイズの比較はよくわからん。とりあえず、こっち。ダッシュからのジャンプ。これは掴んでいける？あ、登っちゃうんだね。ですね。となったらこっちかな。さあ、これは、消えていく。よし。秘密のトンネルね。このサイズからして、まあ、多分小人用かな。モノとかシックスとか、人間用ではない。いや、で、早速、これなんか不穏な靴が置いてあるよ。誰のな。これは、掴んでいける。で、投げる。これが×ボタンね。あと、それか。これは何でしょうな。フォールアウトの、ゴアバッグですね。肉がぐっちゃぐちゃに詰まってる。多分、この中入ってるのが人間かな。何者かがこれを作ったってことね。要は、手前はいけないか。で、掴んで、こっち。で、この、腐った木をね、ジャンプ。あ、そっか。これ、帰っていけないのか。もう、こっから。帰らせませんと。で、こっち。で、再びの、これ、またなんかの、肉ですかね。ハエがたかってんのかな。ハエっぽい何か。と、
超露骨に罠っぽい、これがある。これちょっと踏んでみていい？これどうなるんだろう？こうなると捕まりますと。多分これでゲームオーバー。あ、でも、いいね。リトライだいぶ早いわ。今回ね、プレステ5で遊んでいます。となったらジャンプかな。多分これってさ、こう回避もできるのかな。だよね。で、登っていけますと。あ、これいいね。いくつか解放があるんだ。トラップに対して。で、これは押していく。よせよせ。この箱もそっか。このなんかぶら下がってる箱のうちの一つか。これ何なんだろう。何かがわかんないっていう。あの、ブレアウィッチのさ、シンボル的な。で、さらに、トンネル。ここは走る。はい。いやー、待って待って、これ、どう？滑り子が足りない、滑り足りない。という夢を見ました。これ、ダッシュでいけるか？ずっと。あ、意外といけるね。そこね、バウンドするんか。なるほど。よしよし。そう、L1 のこのスライディングか。これを使ってしまうと逆にダメになるっていうね。このスライディングはあれか。必ずしゃがみ状態に移行するのかな。こういう風に。で、まあ多分それ引きなさいってことかな。となると、こっからこう通って、これを入って、こう来てからの措置。でもそうだね。なんか、こんぐらいの緩さというか、不気味さだったらいろんな方も遊べるね。お子さんだったりとか、女の子とかね。で、こうか。よし。ただ下も、なんかね、迂回路っぽいところがある。あ、でも行けないんだ、結局。これぐらいかな？あ、で、だんだん、これ戻っていくんですね、多分。なので、さっさと行けと、行くんだったらね。よーし。さあ、突破。で、ちょっと待ったら、これは、どういくんだろう。まず、落っこちるべきか。いや、これ違うんだな。となると、手前のここに行くべきか。なるほどね。で、こうかな。そっかそっか。ここでこの、奥行きの概念ね。これもうまいね。ちゃんとチュートリアルになってる。体験版が。これは登っていける。よし。まあでも、べきっと行きそうだな。行かないんか。意外と。で、またこの靴か。と、カラス。あれ、カラスだよね。となると、やっぱりこの子、小人か。ちっちゃいもんな。人よりも、貝の、小人ね。まあ、でも、前作に出てきたあいつらを人っていう風に形容していいのかどうかわかんないけど。とりあえず、靴をポイポイしましょう。よし。何なんだろうな、この靴。あ、待ってね。ここもまたなんか、糸があるぞ。糸っていうか、これ多分落とし穴。ちょっと、踏んでみていいですか？どう死ぬのか。なるほど。ネットか。ということは、つまり、この靴を使えと。重みを検知して作動するんだったら、ここに、このように、ポイントして、これ待ったな。この、狙ったとこに投げるってのが地味むずいな。ここら辺じゃない？よし。さあ、これで突破したと思うじゃん。どう？二つ目とかないか。で、ジャンプ。はい。よし。いいね。人生やり直しが効くってのは。
お兄さん。で、こっからも帰っていきません。で、これ、トラバサミか。トラップ。これもすいません。踏んでみていい？どう死ぬのか。死亡シーンが見たい。あ、これ腹に来るんだ。これ、えぐいね。対人間用であり、小人用でもある。ここはしっかり回避していこう。で、これも起動してますね。掴んではいけない。なんだろうな、これ。引き抜いてくださいと言わんばかりのマスターソードか。で、これでもって、ここに、使えってことね。ぽい。よし。さあ、これも突破。あともう一個か。これなんだろうな。落ち葉の海のように見えるんだけど、なんかあんのかな、ここに。なんかいるとか。ちょっと待ってね。いや、大丈夫ですね。あ、ここにあった。よし。あ、これすげえな。こんなに。いっぱいあったのか。で、ジャンプ。よし。さあ次。松ぼっくり。これ使って。まあ、人間でいう地雷原ね。とりあえずもう、道を作ろう。よし。連動させて。ただなんだろう。この感じだと、あ、でも、とりあえずそこに行けばもういいのか。こう行って、ここに来れば安全。で、ジャンプ。よし。からの再び、あ、待って、そこに、そこにあるんだよな。これダッシュからのジャンプかな。あーでも、なんか捕まったらメキッといきそうじゃない？行ってみようか。多分メキッといくんだろ、これ。おっしゃ、危ない危ない危ない。死にはしなかった。ジャンプ。さあ、お次。家ですね。これはサイズ的に人間のうちか。とね、動物用のカゴかな。トラップ。と、鳥の巣箱。これ前作出たのもう2017年なんで3年前か。いや、3年間本当にあっという間でしたね。気がつけば3年間。これこっちはいけないか。なので、入るしかない。そこの窓か。いやー、これどんな人住んでんだろう。さすがに美少女ではないわな、多分。どうでしょう。お邪魔しますね。うわ、この待って、料理気がついた。こんな、これ、バイオセブンで見たやつじゃん、こんなの。ドログチャのやつ。なんだよ、これ。ハエがたかってて。意外とうまいのか。手前は？あ、やっぱりいけるよな。なんかゲーマーの勘がそう告げていたもん。ここ何なんだよ。ベイカー家だろ、これ。この中。まず、こっち、あー、下が何？ここ何だろうな。ミシン部屋。なるべくやっぱり行き止まりからどんどん潰していきたいんだけど、斧があって、これ皮か。動物の皮を舐めしてんだ。舐めしてなんか皮製品作って。斧は？これで？これをそのなんか襲ってくる住民のつま先とかにぶち当てるっていうね。これでなんだっつんだ？これを壊せと。あ、なんかいるぞ。オルゴールあれ。これで攻撃。よし。まあ、怖いよね。突然この子入ってきたな。ああ、これ監禁されてんのか。日数書いてあって。男の子。
なんだろう、行っちゃった。で、オルゴール。これは、なんでもない。ここにいつもなんかね、すごい象徴的な絵が描いてあるんですよ。ろうそくの炎ね。こっち。ここはいけないかな。とりあえず一人解放しました。でもそっか。捕らえてる奴がいるんだ。あ、上行くんだね、これで。あと、ナタもあるよ。これどうする？ナタ持っとく？これ取れないんかな？なるほどね。先にこう、こっちをインタラクトすると取れませんでした。なんで、斧を取りましょうっていう作りね。まあでもなんか、純粋に楽しいね。ホラーパズルみたいなさ。そっち行くのか。じゃあ、わしはこっちに行く。手分けして探そう。あえてこっち行く。なんだこの音。これは？待って待って、何？帽子。ポーズメニューで装備ができる。帽子ですね。ほうほうほう。なんかこう、ロシアっぽい感じの、あったかいやつね。で、こうなりました。多分これもトロフィーに絡んでくるのかな。帽子があるんだね。何かを引きずってるのと音がするの、なんだろう。おお、ここにベイカー家がいるよ。なんだこいつら。これ人形か。首がめちゃくちゃ細いもん、ほら。で、奥の子、目が飛び出てて。なんだこいつら。これ人形でしょ？こっから登っていきますね。こういって。で、あえてこっちに行くという。あ、でも、掴めないか。なんだろうな。造形師がいるんか。行かれた。よし。で、レバー。もう一人分？あ、でもこれ女の子かな、もしかして。恋と。よし。協力だ。共同作業だ。で、さらにそこから、そう。あ、でも、気がついたな。さよなら。さよなら。お前の犠牲は無駄にはしない。ここの、なんかね、左からすぐ聞こえるの。なんだろう。あ、これは押すんですね。押そう。こうだ。このゲームはなんていうかな。仮暮らしのアリエッティのホラー版っていう感じだよね。ホラー暮らしのアリエッティみたいな。なんだいなんだいここは。これ拷問ルームか。人の死体じゃないのこれ。で、クランクをはめなさいと。ここにね。穴が開いてて。あ、で上に鍵があるんだ。そのクランクはじゃあどこにあるって話ね。まあそこに行くんでしょうな、多分。あ、よし。こうね、そう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 。これはヒントになってる、この白いとこね。で、この先クランクがないとゲームが進行しないもんな。うーわー、こいつは起きてるんじゃないかな。これ人形と見せかけて、生きてるってオチだろう。ゲーマーには分かるんで。だって、なんか肉肉しいもん、この人。いただきますけど。あ、違うんだ。マジか。ゲーマーの勘が。まあでも多分これもそうね。今のはその生きてんだろっていう予想をさせといて、死んでますっていう展開だよね。これもいいね。なんだろうな。体験版でこの不気味さよ、すでに。さあ、持ってきたぞ。で、ぐるぐる。あれが何？ああ、そこに、多分そこにあれか。こうさ、こう捕まって、そう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 。
で、からの、こうだろ。いや、もうちょっとね。よし。こっから、こっから、後ろに飛ぶぞ。よし。よしよしよし。さあ、鍵をゲット。こっからどうなるか。これも、引くのか。あ、これうまいね。なんだろう、やっぱホラーゲーム的にはこのアイテムを入手させて、よし安心だ、次行こうってなってからのトラブルが定石だよね。ここの、これ怖えな、なんか今見るとさ、これね、大丈夫？あそこからバーンって来たらすごい怖いと思ったんだけど、これね。で、これ落下すると死ぬもんで、しっかり下っていく。よしよし。さて、で、鍵を使って、いや、住民が出てこないまま終わったんですけど、あ、ただ足跡があるんだ。ちょっと待ってね。しかも、向きはね、これこっち向きなんでね。こっちに入ってくるもんなんだ。で、多分これはトイレか。いやー、なんだろうなー。この先が全く読めないというか、不穏な感じ。で、ここはやっぱりこれを押すのかな。あと、これも足跡もしかして、このペタペタなってんの。ここの。で、これってもしかして掴める？これは掴めない。じゃあ普通に行こうか。よし。で、ここはその、川を作ってるとこね。剥ぎ取るんだ。さあ、ドイツがいる。こういう人。なんか意外と普通な造形の人。ただ顔が縦に長い。水木しげる先生の漫画のキャラクターみたいな。いや、ここギーってなりそうなんだよな、マジで。で、大体ゲーム的にさ、こういう協力者って死ぬじゃない？わかる？あの、サイバーパンクのジャッキー枠みたいな。いやー、ここ行けと。開けろと、これを。どうする、これ。待って、どうするの？押すのこれ。押すの？まあ、そうなるよね。ライフル、ライフル。マジかよ。こんなんダメでしょ。あ、死んだわ。マジか。銃持ってる敵とかこれ初めて見た。隠れろと。なるほどね。カバーしろと。どう見てもなんか普通に走ってきて潰した方が早いだろうっていう。で、こういう時にスライディングしましょうと。そう、あいつエイム力がなかなかいいな。ここに行く？どう？探しに来んのか。執念深いな。そんな大事なのかな、この小人が。大丈夫？これどうすんだ、これこっから。あいつだって向くでしょ、こっちとか。待って、動きが全く分からん。闇に紛れていくか。あ、でも意外とこれこっち向かないな。じゃ、もう画面端を通っていく。多分くるっと向くんじゃないかな。あ、待って、カラスがいた。ほら。で、止まる。よし。
ここら辺できそうだな。え、止まる？大丈夫？もうちょい、危ない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 。セーフ。だこれセーフなんこれ。あ、で、穴があった。行くぞ。よし。早く早く。あ、で、これで終わりなんだ。なるほどね。突破して終わりですと。Thank you for playing。はい、というのが本作の体験版に収録されていたステージでした。人形を家族にしている謎の狩人、囚われていた小人、そして協力しての脱出。来月8日発売の製品版もすでに予約してありますので、そちらもどうぞお楽しみにしていてください。ではね、また何かしら別の動画でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。ご視聴どうもありがとうございました。